今のがイクサル族か。どうやら本気で神おろしを進めているようだな。急いだ方が良さそうです。乱心には皆さんでも勝てるかどうか。奴らは壁の向こうだ。なんとか道を見つけねえと。ソルハイム文明の魔導装置のようだな。例の奴らもこれを利用したのか。いえ、それが実はイクサル族を連れてきたのは私なんです。は？あいつらの野営地から貴重な学術資料を拝借した時、派手に見つかっちゃいまして、追っ手を巻こうと古代遺跡に入ったのは良かったんですが、そこで事故があってこんなことに。すみません、まあでもしょうがねえんじゃね。やばいことになったけどさ、あんたは何とかしようとしてんだろ。うん、自分も大変なのに。俺だったら逃げてたかも。事情は分かった。だが気負って危険な真似はしないでくれ。ま、俺らに任せとけ。世界を救うっつうのも冒険者さんの仕事だしね。ありがとうございます。私も一緒に頑張ります。ダメだ、鍵外さねえと。あ、解除完了。よし、これで開くはずだ。
然動く気しなかったのにな。なんだかんだ主人思いなのかもしれないぜ。そうかもしれませんが、もうちょっと軽い方が良かったです。この大空を指針たる私が治めてやろう。こっちはこっちで揉めてんだ。これ以上神様なんかお呼びじゃねえんだよ。ふん、斧が文言をわきまえぬクソ虫が、二度とその傲慢な口が聞けぬよう、その首我が疾風の一撃で引きちぎってくれるわ。決めようぞ、虫けら。私の風で、嵐で、無限に散れ。